はい、皆さんこんにちは。中学1年生の国語の内容についてちょっとやっていきたいと思います。今日から新中1の内容になりますんでね、よろしくお願いします。まず内容なんですけど、こちらの方、詩の表現技法という形でですね、詩について最初やっておりましたね。で、表現技法はですね、いろんなものがあるんですけれども、今日はその中でも最初の2つの内容をちょっと紹介したいと思います。まず一番表現技法としてやっぱりですね、よく使われるのはこの比喩ですね。例えを用いて作者の気持ちとかをですね、詩に表したりするんですけれども、まあ比喩もですね、3つ内容があるんですけど、ちょっとその代表的な2つだけ紹介しますね。まずですね、直喩っていうものになりますが、皆さんですね、ちょっと漢字もちょっと気をつけてください。比喩の特に湯の字ですね。こちらの漢字しっかり確認しながらですね、チェックをお願いしたいと思います。直喩っていうのはですね、まるで何々のようだとか何々みたいだ、この言葉が非常にですねポイントになります。ようだとかみたいだとか、こういった言葉などが使って直接例えている方法になりますね。例えばこんな風に、雪のように白いとかって形ですね。こういう言葉が使われている表現技法は直喩になりますね。詩はですね、非常に表現技法聞かれますね。まあまだ始めたばかりではあるんですけれども、この表現技法はですね、だんだん慣れてきますと毎回ですね結構出てきまして、まあ括弧1番とか括弧2番とか最初の問題でよく出てきますね。ですので、ぜひともですねこの表現技法を必ず押さえておいてください。もう絶対点取りたいところになりますんでね。それから、この擬人法、これめちゃくちゃ大事ですね。すっごいよく出てきます、擬人法は。擬人法っていうのはですね、まあ人でないものを人に例える方法なんですよね。擬人って書いてあるだけあってね、人でないものを人に例えます。例えば、風に吹かれて花が踊る、この部分が擬人法になります。踊るのは人間の動作ですね。まあダンスっていう感じでね、踊るわけですよ。はい、踊るのは人間の動作なんですが、ここでは花が踊ってるんですよね。まあ本来だったら花が踊ることなんてないわけなんですけど、まあ風に吹かれてその花が揺れてる様子を人に例えて踊るなんていう表現を使うわけですね。こういう形で人じゃないものが人のような動作を踊ってるのを擬人法と言いますね。そういったところはですね、必ず押さえておきたい。この擬人法ってめっちゃくちゃ重要です。めっちゃくちゃ重要ね。こちらの方はぜひとも確認してみてください。はい、それからもう一つ、大きく分けて二つの内容なんですが、統治という呼ばれる表現法。これ、場合によっては統治法って言ったりもしますね。まあこちらの方は、まあ法はつけてもつけなくても、どちらでもというところではあるんですが、まあ場合によっては統治法って言われてますんで、法がついてても、まあ、そんなにね、慌てないようにっていうことですね。はい、これはですね、いわゆる言葉の順序を入れ替える方法になりますね。詩を読んでるとですね、あれ？なんかちょっとこの順番おかしくない？っていう風なのが出てきたりします。そういう時には統治法が使われています。統治法、例えば例としてこんな形です。咲いた桜の花がっていうやつですね。はい、これ本来だったらこれ逆ですよね。桜の花が咲いたっていう形になります、本来の順番はね。なんですけれども、それをあえてですね逆転させることで強調したいんですよ。咲いたんだよってことですね。桜の花が咲いたんだって、咲いたってことを強調したいんで、こういう形の表現技法が使われていますね。咲いた桜の花っていうんで、あえて、言いたいことを前に出すことでですね、ああなるほど、これを言いたいんだなっていうのもですねよくわかりますんで、そういったところをですね確認してもらっていいかな。はい、というわけで今日はちょっと最初の部分だけになりますね。丸1番の比喩と丸2番の統治、それについてちょっと説明させていただきました。詩の表現技法はね、先ほどとおりよく出てくる問題ですね。ぜひとも点を取りたいところになります。まずはね、この2つしっかり押さえていってください。漢字も間違えないようにね、よく練習していきましょう。はい、というわけで今回の国語はここまでになります。また次回ですね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた、じゃねー。